せーの、どうもメンフィスのリタです。よっ、タモラです。本日の企画は、地元のラーメン屋さんで米15を食べきるまで終わりません。僕たちの行きつけのラーメン屋さんといったら、はい、まあ僕たちの地元の埼玉県越谷市にあるエルトンラーメンさん、はい、はい、たびたびね動画でも、最近だとワンコラーメン対決とかで、はい、ね、お世話になりました。はい、お世話になってるんですけれども、はい、今回そのエルトンのメニューをおかずにして、僕たちが米15をねこう持ち寄ってですね、はい、なんとか食べきろうっていうことでございまして、おー、はい、まあ、うん、はい、何でしょう、大丈夫ですか。うん、なるほど。あ、それを言いたくないんだ。いや、あの、一個ちょっと矛盾点いいですか。はい、あの、エルトンラーメンさん、はい、まあ、ラーメンが主じゃないですか。まあそうですね。そこにご飯15っていう、結構やばい。やばいですよね。そうよ、ちょっとハンライス追加とかはやりがちだけど、うん、はいはい、15だからね。まあね、まあ、矛盾というか、なんというか、やばいね。まあ大食いになりますね、普通めっちゃ。まあ、ただラーメンだけじゃなくて、そのサイドメニューとかもあるので、まあ、そういうのも駆使して食べてもいいし、なるほど、っていう話なんで。なるほどね。まあ大好きな味だしっていう、はいはいはい、それ結構イメージつくでしょ。あの広島風お好み焼き焼き、あー、分かる、焼きそばです。おい、ちゃんと言えよそれは。広島風餃子ね。広島風餃子、餃子もあるし、はい、めっちゃうまいさ。チャーシューとかもあるし、ありますね。メンマとかもあるし、はい、あります。三種盛りね、おつまみの。あ、そうそうそう、うん、まあ、あれでご飯45個はいけんじゃね。嘘こいた、ごめん、マジで。詰められる察知したね。で、今回あのエルトンラーメンさんに本当に特別に許可いただいてやってるので、はい、あの普段は持ち込み NG です。はい、もちろんです。そう、もうすごいね、よくしていただいてるので、うん、全然いいよ、メインフェスだったらって言ってもらって、はい、米中を持ってってるので、はいはい、皆さんはね、真似しないように、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、マジで。お願いします、まあ、という企画をね、本日やっていきたいと思います。ありがとう。というわけで、早速やっていきましょう、タイム。ハットマン。ということで、エルトンラーメンつきましょう。で、こちらにですね、持ってきちゃいました。あらららら、すいませんね、はい、異様だよ、光景が。あったかい、まだ家でしか見ない。嘘、本当だ、あったかい。あ、嬉しい。いや、楽しみだ。楽しみだね。普通にもうエルトンモチベすぎて。いや、マジマジマジ。で、まあ裏方ナッシーも今日いるんで、はい、まあ最悪ヤバすぎたら、そう、まあ、最悪ね。残してダメなんで、うん、もちろんヘルパーってことね。そうそう、で、まあこいつを食べきろうって感じなんで、はい、行きましょう。注文しちゃいます。そうですね、はい、どうするどうする。まあラーメンが一応4種類ぐらいあるもんな。5種？この中のラインナップだと、まあエルトン味噌ラーメン、うん、は絶対あるでしょ。うん、はい、これ結構さ、カレーラーメン、あー、早うでしょ。カレーだもん、めちゃくちゃめっちゃ米吸いそうだね。いやカレーだもん。え、そういう担当いきますか。あ、いいっすカレーラーメン。全然いいっすよ。え、僕1個ですか、ラーメン。全然いいっすよ。リタはカレーラーメン担当。え、違う、どういうことですか。いったやめよう。だから、まあ、2、3週ぐらいなんじゃん。まあ、そうだと思うよ。まあ、でも俺は本当普通にごめん。1個や、食うわ。申し訳ない。俺用に1個。いや、それでいいけど、なんか全然食わずに、うん、確かに米もちゃんとその、だってそのいつもの数分ぐらいだから、まあ半分ぐらい、半分ぐらい。ね、もう半分が岩だから。俺で来た目どうす、何ラーメンする。俺はね、トントンをね、替え玉1回くらいしようかな。最低だな、お前。え、何人も裏切ったよ、今、うん、じゃあ、カレーラーメン。はいはい。え、これ初めてだ。ちょっと1個、北村さんがどうしても食いたいのがあるらしい。え、あ、最近ハマってるやつでしょ。最近ハマってるのがこちら、基本の味噌ラーメンです。そう、普通のね、はいはいはい、これね、これがね、一番人気なんで。そうだね、これもめっちゃうまいよ。まあ、ほんと、結構エルミソに似てるんだけど、うん、さっぱりいけるというか。いや、そうなんだ。なるほど。じゃあ注文していくか、はい、それでいきましょうか。楽しみっすね。楽しみっすね。めっちゃ戻ってきた、やばい。確かに。いやー、ちょっと一旦これ掘りするわ。ラーメン、そう、集中しよう。じゃあこれと、うん、え、だしてこれさ、うん、うちのメインフェイズハウスに持って帰れるこれ、うん、あ、そうだね。ちょっと重いかな、まだ。これからじゃダメ。なくせばいいってこと。いや、これからじゃダメ。これからにすれば申し訳ないです。え、じゃあさ、俺ら今頼んでるやつ4人で食うからさ、だしこれだけで全部バカじゃないの。はい、ということで、
願いしますまだ来たわけだからはい、全部来ました。ありがとうございます。最高。いやもう最高です。で、マスターがなんとね、卵を大量にサービスしてくれました。味玉嬉しい。これ成功じゃない。最強。あららいいおかずです、はい、いや本当にありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにエルトンラーメンさんのインスタグラムをフォローすると、そうですね、ラーメンに味玉がサービスでついてきます。そうです。お願いします、はい、でラーメン屋のインスタはですね、面白いぐらいラーメンが出てきますね。はい、はい、もう持参してます実は。あこれめっちゃ家だな、はい、食べてみましょうか。はい、はい、せーの、いただきます。まあ、10号でしょ。10号ね。おかずが最強だからさ、今回。いやそうね。だからラーメンも食った時に胃袋ちゃんがどうなるのかなっていうぐらいだな。確かにね。じゃあ食べてください、それぞれ。はい、いただきます。何だその顔、初めて見るかもしれない。それ米に乗っけたいもんな。確かに。いや、いっちゃいっちゃい。うわっ、やぼー。お前それ米かき込んだら大変なことになる。どっか行っちゃう。北山さん、どれに行きます？私は、いつも見ちゃうし、おー、これ最高っす。1枚、ちょっともやしもすくってあげて、ね、いきます。うわ、うまそう。あ、売ってる、売ってる。うわ、カレーラーメンいっちゃう。カレーラーメンいいっすか。はい、このさ、ぶっといのよ、麺が。あららら、エルトンってエルミソの麺だ。そう、エルミソの麺。もう僕に乗っけちゃいます。いただきます。うわ、カレーラーメンやばいよ。やばい。ちょっと俺エルミソ、ちょっとエルミソいっちゃった。あー、エルミソいいよな。じゃあ俺、肌締めこっちに。大丈夫、私メゾもあるよ、うん、このね、カラジャンメンマですね、結構辛いんですよね。そうね、酒飲み用にも作られてるんで、なるほど、味濃くて合うんすよ。めちゃくちゃ合う。これはね、あ、待って、マジでこれ食ってほしい。やばい、カラジャンメンマやばい。これなんならカレーラーメン超えたぞ、今うますぎて。えぐ、マジうまい。カラジャンメンマじゃん。でも米は言うて2合ぐらいか、2.5 ぐらい。 2.5? 1人当たり。ラーメンも入るからな、腹に。じゃあ今食った分、まあこの分来るからね、ラーメンとか、うん、ちゃんと腹に。いや俺さ、普段さ、あのキャパの心配があるからさ、うん、ライス頼まないよ、あんまり。あー、そうね、そうね、俺もあんま頼まないよ。こんないいんだね。そう、エルミソに米ぶちのけんのやばいね。炭水化物、炭水化物だけど、こんなにも合うからね、ラーメンと米に。え、そうやん。食べてちょっと味噌ラーメンいっちゃおうかな。いっちゃおう。いや、味噌ラーメンうまいな。味噌ラーうまいな。俺もちょっとエルトン味噌まだ食ってないんで、もらいます。うん、やそうだよ。味噌ラーメンご飯やばい。ちょっと米もらっていいっすか。うん、あ、すごい、ね、北村が進んでおかわりをしているだと。やばい、いいぞ。結構多いな。全部した。結構持ってくれたなと思って。うんうんうん、あ、最初優しいからね。ありがとうね。いいえ、もやしもシンプル、まあ、やしがついてるからさ。そう、うん、このタレがいっちゃいんだよ。最初メンマ嫌いなんだっけ。いや、めっちゃ食ってる。高いね、マジで。うん、サイドの中で俺ナンバーワン。あー、タレじゃない。タネチギとかさ、メンマあんま好きじゃないの。うん、これはうまいんだ。うまい。いや、タネチギ誰。あ、キャッチャーだよね。キャッチャーだよね。いや、キャッチャーだよね、分かってない。それはそれでいいんだけど。待って、これすぐ終わんじゃね。こっから来てんじゃん。こっからっすか。うん、あとこれもちろん頼んだ分も食わなきゃだからね。そうなんだよね、米進んでるけどラーメン残ってる可能性あるから。そうよ、全然あるからね。俺カラジャンメンマだけで5合ぐらいいけそうなぐらい。うまい。まあうまいな。やばい、めっちゃ米と食ったことなかったから。そう、確かに。でも味付け最強だわ。味付け知りたいぐらい、ね、これ酒ですね、カジさん。ハイボールいっちゃうっすか。どうやばい、呼んだって呼んだって。え、電話で。これしカラオケじゃないよ、ここ。前2人、さっき視聴者さんに、ここ頑張ってって言われてたでしょ。確かに、面目がないよ。黙れよ、黙れよ。なんで俺らに言ったんだろうね。逆張りじゃない。逆張りか。あ、逆張りね。ボケボケボケか。ボケです。なるほどね。
瞳閉じた。え、最後に広島風餃子食っていいですか。いいぞ。やったー。やってんじゃん。お、岩さんこのネギいっちゃっていい。脱いだ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 。ユタさん脱ぎました。お、ここ鍛えてるだろ。あ、でも米はもうちょいか。もうちょいもうちょい。今ね、これあのサムネ用にね、丼入ってるから、そうだ、ね、意外とないですよね。なんかそう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 。だからこの器ね、やばいんで。いや、そうなんです。バズってちょうどいいぐらい。マジで。この器ね、でかいからそうバグるんよ。これ2杯で3杯分ぐらい食ってるよね。いや、もっとあると思う。パシパシパシって言ってるんで。いや、ね、先行った方がよくね。まあ、伸びちゃうから。で、後に汁でもいけるからね、米は。確かに。じゃあ、トントン頼むか、一応。俺は一応言ってくれ。やめといた方がいい。うわ、これいくか。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。よし。あ、これすごいわ。バリウマじゃん。パシ、ティッシュある。あ、やばい、パシ言ってる。トントンラーメン食べてないのに。なんで？え？うわ、エル味噌がうますぎちゃう。お前マジで、うん、俺も言ってないのに。俺も言ってないのに。やば、やば。見て、味噌ラーメン雑炊。やば、もうラストじゃん、それ。締めの。締めじゃない。締めでさ。締めでさ。あ、でもちゃんと麺いってる、めっちゃ。麺も入ってる。いや、エルミソももうちょいだから。マジで麺は。やば。待って、カレー麺、カレーラーメンもいってね。いや、もうちょい。これ何？チャーシューの誰だ、端切れ。あ、誰？ああ、誰かいるな。俺知らんぞ。俺も知らんぞ。そこにあるってことは、カズシが岩が、岩だな。チャーシュー取った時にボロッと落ちたんや。これ持っていく時に、ここから。だから、岩犯人。岩犯人やな。誰しいる。お願いしよう。はい。カズシが伺ったんですけど、はい、人狼でした。あ、じゃあカズシ。なんで俺に言ったの。なんで人狼じゃん。これ編集者さん、あの VAR お願いします。確かに。確かに。俺もちょっとエルトンミスまだ聞いてもらいます。いや、そうだよ。一旦ね。味噌ラーメンご飯やばい。やばい。もうそろそろだ。よし、こんなもんで。ああ、誰かいるな。俺知らんぞ。俺も知らんぞ。エルミト、あ、意外とあるか、これ。意外とあるよ。まずあるよ。やっぱりか、これ。ちょっ明らか咀嚼してない、前2人。よし、ほら。おー、おすげえ。結構いってるっしょ。ラブ、ラブ、ラブ。飯トレしてるから、すごい。最近、北村に負けないように。ナイス。ナイス。ナイスじゃねえ、てめえも張り合ってこいよ。じゃあ、ちょっと追加するか。ちょっと汁でいっぱいになっちゃったよ、もうね。いや、そうね。どう？みんなはさ、どのおかずが一番良かった？高くまかしてくれよ。これ、カラジャメンマ。カラジャメンマ？でも、ラーメンは味噌ラーメン。あ、ラーメンは味噌ラーメン。俺、エル味噌かも。結局好きだわ、エル味噌。いや、俺も米と食うのだったら、エル味噌かも。俺、マジな。超うめえ。広島か。まあまあ、まあまあ、まあ、広島か。広島の感じかな。感動ポイントはカラジャン高かったな。うん。うますぎて。まあ、でも、おかずはいけそうか。もやしがちょっと多いぐらいか。え、ちょっと待って。もうない。うわ、あららら、ら、いっちゃっていいですか。いける。すごい。よし、すごい。全部予想いましたね。早すぎる。マジで早すぎる。え、じゃ、結構最速だよね。結構最速。いや、でもやばいよ、俺もう。全然俺も苦しい。今だって、皿に乗っけただけで、入れただけだから。ここからぶち込むのがちょっと。よし、ここからゆっくり行きましょうか。ゆっくり行こう。焦らず行こう、焦らず。焦らず行こう。カレーラーメンオッケーよ。あ、すげえ。だってもう汁ないだろ。汁もほぼいった。エル味噌もない。味噌がちょっと残ってます。よいしょ。うん、あとは、もとめチャーシューのもやしちょっとひやこ、ひやこやとメンマーも終わらせると、ちょっと、あれか、あじさまか、あじさま、あじさま2個、あ、リーチ、いいぞ、いいぞ、すごい、あと、年間トップじゃねえな。食トレしてるわ、完全に。最近頑張ってます。食いしん坊の見た目してるのにな。ナッシーがね、すすり音聞こえると思うんですよ、今回。ナッシーが、エルトン味噌で食べました。どうぞどうぞ。ナシあるの？どこにしちゃったの、ナシ？どこにしちゃったの、ナシ？どこ
ちゃったんだ、私。いただきまーす。お前、うるさい。なしで自分でこの裏方をやってるじゃん。はい。自分で、いや、裏方っていうのは、演者ではないから、主張をね、少なくしなきゃいけないんだよ、みたいな熱弁してるくせに。最近強すぎる。主張が強いよ。キャラがそっ強いな。キャラが強い。うーまこれ、米はオッケー。ナイスだよ。おい、ナイスだよ。お腹いっぱい。おつまみチャーシューもオッケー。すごいすごい、マジで。あとは、北目の飯と外す飯出すな。ちしたくなってきちゃった。やばい、全部だな。ありがとう。熱いの？あ、ちょっとだけ。あ、お前やめろよ、俺がやってあげるよ。怖っ、顔どうなってる。すごいな、すごいね、マジで食ったし。ここに、ここまでちょっと、そう、どんぐらいあるよ、どんぐらいある、いやもう見えないでしょ、目悪いから、もう持ってみた方がいい。あれあれ、あ、敵対視してる。私食べようか、バッチ。いやいやいや、そのまま噛んで。急にプライドするきた。これ、本当に無理じゃん。気持ち悪い。じゃあねや、じゃあ。すごい、来た。終了。はい、ナイス。よし。ということで、米中国完食です。お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。結局ギリギリだったね。結局だな。やっぱりそうだ。やりすぎた。多分これやりすぎ。だって、言ってるよ、結構。いや、だいぶ言ってるよ。15と米だから。いや、そうなんだよ。15と米だからね。いや、でもなんとか増えましたね。エルトンパワーだね、これはね。エルトンパワーだね。うますぎたから。ありがとうございます。ごちそうさまでした。協力ありがとうございました。みんなもめっちゃうまいんで、来てみてください。めっちゃ来てください。じゃあ、次は何の15かな。楽しみね。すいません。すいませんよ。すいませんよ。はい、というわけでこの動画が少しでもいいなと思ったら高評価、コメント、X インスタのフォロー、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、ありがとうございます。